はい、ホワイトベースのジェットストリームアタックのコーナーがやってまいりました。はい、商品レビューですね。まあ続いてますね、長いこと。はい、最初自分の道具でやるからすぐ終わっちゃうかと思ってたんですけども、意外に俺ね、あれこれ持ってるんですよ。はい、まあどんな品物もですね、いいものも、いいところもあれば悪いところもある、いいものもある、悪いものもある、いや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 、僕はねっていう、まあそういう感じなんですけども、まあそこを含めてですね、皆さんにこう検討してもらって、バイクの、バイク用品のですね、注目が上がればということを考えてやってるんですけども、今回紹介したいのはこのゴールドウィンのこのスリーブですね。これこれです。これよくですね、車を運転してる女の人がつけたりしてるやつの男版だと思ってください。まああれほどこうシャクシャクこうなんか分厚くはないんですけども、それをですね、まあ、買ってきまして、使ってます。今回のはこれはね、なんていう品物だろう、ゴールドウィン GSM18500、サイズは L ですね。はい、これいろんなメーカーが出してます。はい、で僕がなんでゴールドウィンのにしたかっていうとですね、ゴールドウィンのが欲しかったからだ。もちろん某 T さんとかですね、いろんなところ出して、中にまあ大体こういうのもメイドインチャイナなんですけども、メイドインジャパンでうちはやってるよっていうところもあったりとかしたんですけども、まあゴールドウィンのものが欲しくて、あとこう生地がですね、こういうこうなんかメッシュっぽい、まあゼッケンに使ってるようなこういうやつですね、こういうのとラッシュガードっぽいやつ両方だったんで、僕あんまりこうラッシュガードピチピチっていうのは冬のイメージなんですよ。だからこういうシャカシャカのこう黒いやつが良くてこれにしたんですね。でこれ使ってみました。で私の腕のサイズでなんで、まあちょっと XL かなとか思ったんですけども、まあL でにしました。はい、結果ですね、M でも良かったかなって思います。はい、皆さんなぜかというとですね、まあラッシュガード素材じゃないっていうのもあるんですけども、腕だけのもんです。はい、腕だけってことはやっぱこうやってつけているとですね、こうスポッてこう落ちます。はい、でこうこういうふうにどん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 こう垂れてきちゃうんですね。まあ、僕は割と腕太い方だと思うんですよ。でここもちょっとこうくびれてがあるので、こうやってここまで上げてやれば、まあ運転中はほぼほぼ落ちてこないです。はい、であと車運転する時もこうやって使ってみました。わざわざこうつけてですね、お姉さんっぽくこうやってやってみたんですけども、まあなんかあれ俺もしかしてちょっとお肌気使ってんじゃねみたいな雰囲気を味わうことができましたね。まあこれちょっと細めで M でもよかった、本当に選んでもらってもいいと思うんですけど、僕は結構こう緩くシャカシャカしてる感じがですね良かったんで、全然サイズ感はこれで、いいと思うんですけども、じゃあ使ってみた感じはどうか。あとその前にですね、これどっちが表なのかな、これ、まあ、タグがついてるからこっちは内側だろうという気はするんですけども、こうかな、まあ、多分こうでいいと思う。で外側にエンブレムが見えるのが正しいのかなと思いますけどもね、まあ、逆向きにこういうふうにしても別にいいと思うんですけど、はい、で使ってみてどうか。はい、清涼感、よくね冷却とかあるじゃないですか、あれ基本的に走行風が当たってる状態の話です。はい、そういう意味で言うと確かに清涼感ある。汗かくんです、じっとしてる時に汗かく、じっとしている時にかいた汗がここにたまる。はい、もちろんですね。でそれが風が当たるとスーッとこう確かに冷たい感じするんですよ。これがないと汗かくけどすぐ蒸発していく、日も当たって照ってる、なのでじりじり焼けてるなという感覚しかないです。まあ走行風で冷えるは冷えるんですけど、表面から汗が蒸発して冷えるんですけども、スーッて冷たい感じはしない。はい、何にもないと。これすると僕ね、初めちょっとバカにしたんですよ。結構こんなん暑いだけだろうと、まだねその車乗ってる女の人がしてりゃいいんだと思ってたんですけども、やるとねなんかこう運転するとスーって感じがするんです。でやっぱねこう黒い方が内側じゃないかっていう説が多かったんですけども、黒い方は外側でいいと思います。まあ、両方試してみたんですけども、であとなんだろう、まあ、ずっと使っているとなんですけど、だん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 こう緩くなってくるとか、生地が伸びてくるとか、
ちょっとこう毛羽立ってきて毛玉になってくるとかっていうのがあるんで、まあ値段が2000円ちょっと、まあ、3000円ぐらいしかしないっていうのもあるんですけども、まあヘビーに使ってたらワンシーズン使い切りかなっていうふうに思います。はい、たまにバイクに乗るときにするってなったらありだと思う。でこれ自体、このプロダクト自体半袖でバイクに乗る前提です。はいね、長袖じゃないとダメだ、プロテクターつけないとダメだってね、しょっちゅうコメント そればっかり言ってる人たちいっぱいいますけども、そういう人たちには不要な品物ですからね。はい、ご注意ください。半袖で、清涼感を求めてこう走行法を受けて、爽やかにバイクを楽しみたい、でも太陽光がきついよっていう人がこうつけるものじゃないかなと思います。だからこれね、結構僕気に入りましたよ。普段から仕事をしてる時からつけてます。仕事をしながら外でね、洗車する時とかもつけて、普通にこう運転する時もつけて、全然違和感ないですね。違和感ないっていうか、そのいいです、気に入ってます。はい、特にまあ、30代後半入ってからなんですけども、あんまりねじりじりじり太陽光を浴びまくると、その夕方になるともうこんなにぐったりしちゃうんですよ。もうダメだ、フラフラするってなるんですね。で太陽光をですね、こう避けるように、よく動画の中でこう長袖着てるじゃないですか。あれ別に長袖売りたいからとかじゃなくて、基本なんか今年タンクトップが少ないのは、タンクトップ着て歩いてるともう体力的にこんなになっちゃうからなんですよ。はい、だからそういうのをまあ考えるとですね、清涼感があってこう半袖の上からこう着てですね、風を受けるとこう気持ちいいっていうスリーブっていうのはいいと思いました。何よりね、安いですよ。これもう皆さんシーズン終わりですからね。私シーズン終わるときにシーズン中使ったものをレビューしてるんで、地域によってはなんで今更言われても役立たねえよっていう人の方がほとんどなんですよ。でもね皆さん、今夏物セールです。これ2割引きだった、2割引き、多分来月になると3割引きになる。だから皆さんね、まだ日は刺す、まあ、9月ぐらいまで暑いと思う。あと来シーズンもありますからね。どうですか、シーズンオフで秋になってこれから真夏みたいなアイテムを2割引き3割引きで買っちゃうってどうですかね。はい、いやー、ホワイトベースの商品レビュー動画めっちゃ役に立つなー。あー、すげえ役に立った。たまに自分でも見るんですけどね、チェックで。今日はクリティカルヒットだな。というわけでいろいろありますけども、はい、ゴールドウィンはですね、バイクブランドだけじゃなくていろいろ出してます。はい、割とこれ使います。はい、ので一つあってもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで、商品レビュー動画でした。皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いです。まあもう夏終わりますけども、ホワイトベース二宮翔平でした。ありがとうございます。ホワイトベース二宮翔平の本、とりあえずバイクに乗れ、Amazon.com もしくはお近くの書店で販売中です。お店にこれ持ってきてくれたらサインとかするので、はい、いや本汚すだけなんですけども、はい、ご所望の方はおっしゃってください。はい、よろしくお願いします。マジで